どうも皆さん、こんにちは、タイゴンと申します。本日はですね、ちょっと朝カラオケに、行っていたんですよ。で、その生理後だったんで、僕男性ですけど、ちょっとどんな感じのですね、その歌声になるかとか、新曲をやろうとか、いろんな思い疑問でやったんです。で、その後モノレールに、乗り、僕の母校であるね、OB となった今明星大学 の、 新しくできた新校舎の中にある桜カフェの春からオープンすることが分かりましたので、それまではそのなんか臨時休業していたんですが、ちょっと今日の朝たまたま情報検索してみたところ、オープンするということで朝の10時半からで早速行ってみたんですよ。で、それそこの中でちょっと食べ物でも買ってテイクアウトで、朝方ではなくてそのお昼頃にちょっと外のその校内のベンチに座って、お水を一緒に食べていたんですよ。パンとおにぎりというのをね。で、そういう風にしていたら、ありえないことに、その木々のその生えてるその木々の上から何かこうゴミがいっぱい落ちてきて、で、ちょこちょこ食べてる方いいものの、その途中口開いちゃうし困りましたね。そうですね、その食事の最中にその木々からね、その木の実っていうのがいっぱいブワーってこう風と一緒にこう舞うように落ちてきてですね、僕を襲ってきたんですよ。で、人間のね、何かこう嘔吐するものとか汚物とかそういったものじゃないから、別に多少はいいとは思いますけれども、それにしてもね、予想外でしたよ。で、それでそのちょこちょこ食べているから、そのおにぎり半分ぐらい食べて、で1分休憩してからまた食べるみたいなことやってましたけれども、でもその休憩してる間にもね、いろんな人がこうベラベラこう喋りながら近づいてきたり、僕もね、いろいろこう虫をね、寄ってくる虫をこう避けようとする動きもある中で、ちょっと口がね、僕もな、自然とこうパカッパカッてこう一瞬開いてしまったような感じがするんですよね、何回か。で、それで、すごくその異物混入の悩みというのができてしまいました。せっかくその生理後ですっきりしていたにもかかわらずね、そういうトラブルが起きてしまいましたが、でもこれはね、うんちと一緒に排泄されるのを待つという方法をね、取りたいと思います。ね、僕汚いその生理現象で悩むっていうのはね、本当どちらかというと二度とも体験したくないことってもあるんですよ、ね、そんなことばっかり気を使ってらんないし汚いしって感じで、
でやっぱり完璧主義っていうのはね、なかなか体の不思議でも怪しいものがあるなと思いますよ。完璧な時にゲリラ的にこう襲ってくる、例えば豪雨だったりもそういうのもありますし、ゲリラ的に襲ってくる友達との遊びの誘いとか、ね、そういった中に時には何か仏教とか神社に仏閣に誘われることもあるかもしれないし、なんかね、そういった感じでなんか難しいらしいけど、そういうのに比べるとまだマシな方かなというふうに思いましたね。まあ子供の頃に帰ったように、まあなんとか言い過ごしたいというふうに思います。はい、でまあね、その今回この明星大学に来た、まあ、きっかけとしては、明星大学の元一緒に活動していた先輩である王先輩という方にですね、以前何ヶ月か前に一緒にゲームをプレイしていた時にですね、ちょっと LINE 上のやり取りの中に、明星大学の桜カフェというものがね、今臨時休業してるみたいですけどオープンしたら行きたいですみたいなことをね、僕が言っていたっていうこともあってですね、そういう桜カフェがオープンする時期というものをずっと追ってきたんですよ。でたまたま今日それを見つけたという感じで、そういう流れです。ですので、明星大学トライソロンチームのそのクラブ棟というもの、そういうところにも寄ってちょっとはね、お礼をしてきました。別にお会いしてるとかそういうことじゃないんですけど、ちょっとそこにクラブ棟によってちょっとね、貼られてる折り紙ポスターなんかを見てきてから、また帰ってきました。はい、で明星大学特にすごい高い学費でね有名だった感じしますし、非常に僕もね途中大きな勇気をして1年休学をすることにもなって、で復学した後卒業したので結構大きなトラブルもあったんですが、なんだかんだ非常にいい大学だったというふうに思います。で辞めた後その後もね、そこから伸びた時間の上で校舎も新しく建てられているところがあったり、新しいそういうカフェがオープンしたりとか、あとは建築学部というそういうのがね新しくできたりして、多くの学生で賑わっていることから推測されるに、その今でもね僕自身の活動とともにまだまだ成長し続ける大学だというふうに感じました。でその僕はそういう母校だというね、そういう一応元関係者だったから、一応足を運んでいますけれども、何も関係のない人にとってはね特に面白くない話題だったかもしれません。でも気軽に見れてねいい動画ということで、今回明星大学の紹介も兼ねて動画を作ってみました。でアフレコをね最初1段目は途中で僕の心が折れたことから途中で途切れていた部分があったので、また再度アフレコをね丁寧に自宅に帰ってから入れ直してからまた再アップロードしたいというふうに思っております。はい、明星大学家に帰るまでちゃんとね課題を残してくれるというそういうところもある意味では親切で、これ嫌味なんですけど、でそれで何でもそうなんですけど、家に帰ってからもね宿題というものがね残されております。ですからやっぱりやはり母校の紹介ですから、舐めた動画を作っちゃいけないなとか、そんなことも考えつつ、また再度アップロードしたいというふうに考えております。で桜カフェの料理パンね、パンとおにぎりもねすごく美味しいものでしたよ。なんて言いますか、校舎は相変わらず
コロナ禍ということでいろんなところに規制がかけられていますけれども、でもその誰一人として僕に例えば鈴木貴博さんって声をかけてくる人もいないし、こう喧嘩してる人もいませんし、治安の上ではねそんなに悪くないなっていうふうに思います。で明星大学というのはね今でも対面授業をしっかり行っていますし、特にサークル活動も含め活動が活発ですので、昔はそのエフランとかちょっとバカにされたこともありましたけど、いい大学だというふうに今ではね思います。はい。でまあその卒業した後に新しい新校舎が建つとかね、そういうことはね非常にこの大学が恵まれている方だというふうに思います。で何ていうか僕卒業しましたけどそれで終わり ではなくて、その続きの道をちゃんと用意してくださっていることに本当に感謝です。で何ていうかまだまだね若いぞという感じの、そういうのをね見せられてる感じがします。で一応31歳でね、一応今僕ももういい大人ですけれども、もしかしたらですよ、今考えてないけれども結婚したりして子供ができるなんてこともね僕は想定はしていませんけれども、もしかするとあるかもしれないというのもね僕の親の動きから想定するに考えられないことはない、ゼロではない。でそういう意味においてもまだまだ先はあるし、これからねまた仕事を変えて転職したら、まあ、そこからのまた道があるかもしれないし、本当わからないですよ。で大学院というものに進学した友人もいますから、勉強という意味でも続ける道もありますし、なんていうかな、まだまだ人生これからだっていうね、そういう感じがしました。はい。ではご視聴ありがとうございました。では失礼いたします。バイ。